第一次世界大戦中のフランス、ショーモンで交換機を操作するハローガールズハローガールズとは、第一次世界大戦中にアメリカ軍の電話交換士を務めたバイリンガルの女性たちである。アメリカ陸軍通信隊に所属し軍律の対象ともなったが、戦後しばらくするまで軍と契約した民間人として扱われていた。 正式名称を通信隊女子で電話交換手部隊とい,いハローガールズという属称は彼女たちがコールに必ずハローと答えたことにちなむ。チーフオペレーターのグレースバンカーは主君賞を授与されている1917年11月アメリカ海外派遣軍司令官ジョンパーシング元帥の号令の元西部戦線での情報伝達を改善するため特殊技能を持つ。 女性部隊の創設が決まった。当時通信隊はフランスにおいて電話交換手を英語のつたないフランス人に頼っている状態であった。また女性を登用することで男性のオペレーターはより危険な場所にある電話局に送ることができるという考えもあった。海外派遣軍はフランス軍とも意思の疎通を図らねばならず、隊員には英語とフランス語に堪能であることが求められた。 パーシングが全米に向けて出した広告によれば、具体的な条件として、独身であり、健康状態が良好で、フランス語に堪能であり、大学を卒業していることが挙げられている。この条件を満たす、アメリカ人女性の募集及び勧誘、教育には、民間の米国電話電信会社の協力があった。応募した7000人を超える女性のうち450人以上が、 AT&T の研修を受け223人が実際に海外へ派遣された。その多くが電気通信会社に勤めたことがあるか電話交換手の仕事の経験があった。通信隊としての訓練はメリーランド州のフォートフランクリンで行われた。訓練を終えた隊員たちの第一人33名は AT&T で電話交換手の講師をしていたグレースバンカーの指揮の下。 1918年3月にヨーロッパへ出発した。その後5つの部隊が続き、パリ、ショーモン、トゥールをはじめとするフランス各地で、イギリスにおいては、ロンドン、サウサンプトン、ウィンチェスターで、派遣軍の電話交換を大量にこなした。後に、バンカーは、数人の隊員とともに第一軍について前線に、近い認知を持ったため、ムーズアルコール構成の間しばしば48時間。 交代で、放火や上に耐えながら、仕事をこなしたが、これは、例外的なケースではある。外して彼女たちの技術は高く評価されており、フランスにおける、アメリカ軍の指揮と統制の効率を維持するのに、貢献したとされている。派遣軍の通信長、江戸ガーラッセル順将も、近距離、遠距離を問わず、アメリカの電話通信に対して完璧に近い責任を、 果たし高い基準を打ち立てたと称えている。陸軍の軍服を身につけ、軍の規律に従っていたにもかかわらず、彼女たちは民間人とみなされ、名誉除隊が認められないどころか軍歴の証明さえ受けられなかった。ようやく議会が存命中のハローガールズたちを退役軍人、名誉除隊者として認め、カーター大統領がそれに署名したのは、 第一次世界大戦から60年目にあたる1978年のことである。アメリカ陸軍通信博物館には通信隊の電話交換手だったルイーズルフェが着用したハローガールズの制服が展示されている。ありがとうございます。